来月甲子園球場で開幕する選抜高校野球大会に出場する県立宇治山田商業高校の選手や監督らが今日伊勢市役所を訪れ、鈴木健一市長に健闘を誓いました。伊勢市役所を訪れたのは16年ぶり2回目の選抜出場を決めた宇治山田商業高校野球部の村田春樹監督や伊藤大成キャプテンら22人です。大舞台に臨む選手らを前に鈴木市長は、怪我をしないよう気をつけながら感謝の気持ちを忘れず楽しんでプレーしてきてくださいと激励しました。これに対して宇治山田商業の伊藤キャプテンは、自分たちのプレーで勇気と感動を与えられるように全力で戦っていきたいと思いますと決意を述べました。春の選抜高校野球は来月8日に組み合わせ抽選会が行われ、18日に甲子園球場で開幕します。